歌舞伎もの日の川理科魚屋前島恭平もちもちめ日の川理科浪人新日光江戸村旅行記後編の始まり始まり。せんべい焼き皆さんこんばんは、鬼怒川理科です。ここではせんべいを1枚ずつゆっくり七輪の上で焼く体験ができます。これをお持ちになってくださいね。これも大丈夫ですか？動いてる。あ、ぷく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 してくる。なる。こんなになるまでずっとやってきます。わー、楽しみ。ね、最後じゃん。なんか先生のさ、ぷっくりしてる？全然。弱いとね、ぷっくりしてる。ちょっと色ついてきますよね。いいですよ。繰り返して、右の手の生姜は何ですか？ハケにいっぱいついてるから少し落とします。ダボダボになっちゃうよね。でもこういうのが好きだったらダボダボにしちゃおうかな。はい。トングを左手に持ち替えてください。はい。で、ここおせんべいと飴を挟んじゃいます。動かないように。はい。で、右の手でお生姜を塗ります。まんべんなく、ハケにいっぱいついてるんで少し落としてから塗った方が綺麗に全面だけ塗ります。くる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 。はい、同じように、まあ、いい。左手にトングを持ち替えて醤油を乾かします。醤油をつけたら焦がさないようにさっと焼くのが秘訣だとか。火から離して。そうです、そうです。これ両面ですか？両面です。綺麗に塗りましょう。先生途中で見ないと。真っ黒じゃん先生。ね、見て見て見て、ね、先生よそ見しすぎじゃん。みんなの塗りましょう。溜まってる醤油伸ばしましょうね。いい感じ、はい、いい感じ。乾かしてください。はい、綺麗に塗ってくださいね。はい、乾いたら完成。あれ一番生徒みたいに私の黒に魚屋さんがせんべい屋さんだったぞ。なんか姉さんもめっちゃ綺麗なんだけど。ね、すごいいい感じ。いい感じ。うまい感じ。うまいよせんべい。もう醤油が美味しい。この醤油は特注で作ってもらっているそうです。出来たて美味しい。あったかいおせんべい美味しいよ。おお、よかった。いい色じゃないこれ。あ、すごいいい色。すごいな。おいしい。よかった。ちょっと私はこんな感じ。ちょっと偏っちゃいました。本当だ。食べた？うん。先生の見せてあげて。めっちゃ醤油入れすぎてしょっぱい。なんか濃いな色が。いただきます。おいしいよ。出来たてのおせんべい最高。うん、うん、うん、ぜひ日光江戸村に来たら作ってください。続いては手裏剣道場へ。今さ、うん、会話でさ、うん、魚は偽物だよって言ってたんだけどさキャストだよね。本当だよね。キャストになっちゃってんじゃん。あらよってやってたからじゃない。いやね、もう一回やって。あらよって言って。あらよ。ちょっとごめんよ。面白い。すっごい嫌そうな顔してる。眩しいんだ。手裏剣道場です。いけるって。ちょっと待てばって感じ。3枚やってたらもらえるの？2枚とヌンチョクいいじゃん。あ、すごい。でも、これ全部3つともいいよ。ヌンチョクいいよ、ヌンチョク。じゃあ、私こっち。よっしゃ。では、手裏剣1枚持ってください。1枚。手裏剣1枚持ってください。はい。意外と。手裏剣は端を一つ、しっかりつまんでいただいて。はい。そうです。手裏剣持った側の足、後ろに下げます。おう。そ
深呼吸しながら掛け声をかけながら投げるのがコツだそうです。少ないもらいました。手裏剣を、違う手裏剣やった。手裏剣見して、ほら 4つ手裏剣ほらありがとうございます。昼は魚売ってるんです。夜は橋飲んでますね。じゃあ始もうって。あ、ゆでたー。フランクがね。どうした夜の。あ、ゆでたー。夜の忍びどうした。あ、ゆでたー。一瞬食べた。あ、ゆでたー。嘘だろ。あ、優しい。優しいな。止まった。止まった。わっ。きっとそれ子供にやるやつだよ。あんたは魚屋が十分だよ。やっぱね、魚屋の方が本業になりつつある。なりつつじゃないよ。ぜひ皆さんもチャレンジしてみてくださいね。先生と京ちゃんがタバコを吸っている間に、私たち二人で甘味処信濃屋へ。でもちゃんと打ってたよね、カンカンカンって、うんうん、いやあれは惚れるわ。あれは惚れる。あれ子供だったらなんか一瞬やりたいって思っちゃう。なんかにわかじゃなかった、うんうん、すいません、はい、間にですね、はい、はい、すいません。私たちが頼んだゆず茶にはお茶受けに抹茶バームがついてきました。すごいゆずの香り。ゆずが、ゆずみつく、トロットロの果肉入りのゆずみつがとっても美味しくて、心も体もポカポカに。続いては花魁道中を見に来ました。花魁に恋してる。花魁に恋してる浪人。いつも遠くから見ることしかできない。すげえ前に見に行ってみて。見やすい位置で。今日もまた見ることしか叶わない。それをそっと後ろから見守る町娘。町娘。それを見ている魚屋。関係がいろいろつながってあでやかに着飾った花魁がゆっくりと江戸の町を練り歩きます。独特の足さばきと優雅な振る舞いの花魁の美しさにしばし時を忘れ魅了されることでしょう。お時間の許します限り、どうぞ心ゆくまでごゆるりとお楽しみくださんす。本日は誠にありがとうありんす。これをもちまして花魁道中は終了でございます。どうもありがとうございました。足を蹴る。
こんにちは。ここでは日本の在来馬に餌やり体験をすることができます。本物だ。日本の在来馬、相馬です。姫ちゃんでございます。姫ちゃん。日本の在来馬はとても少なく、現在では8品種の在来馬がいますが、その多くは個体数が大変少なく、絶滅が危ぶまれているそうです。いい音。カランカラン。何よけ。なんかせっかく街がそこまで ね、にぎわってたのに。でも楽しかった。楽しかった。楽しかった。ありがとう先生。いいありがとう。お誕生日おめでとうございます。すっかり忘れてた。何しに来たの。ほんと。やっと言った、ね、私も忘れてたけど、ただただ楽しんで、これが誕生日プレゼント、はい、江戸村。おこぼれの2人。はい、あ、おこぼれめちゃくちゃいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。今年でも2人に誕生日プレゼントあんまちゃんとやってないから。いやいやいや、コムソコムソ絶対ダメ。もう見えないじゃん。だってそれがいいんじゃん。コムソとカミロが混じったの。悪行働くやつ、悪者もいいな。おいらんだったら話しかけられても。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。次回の動画もお楽しみに。それではまた。よー。